ブルース・ペレンズ、ブルース・ペレンズは、コンピュータプログラマオープンソースコミュニティにおける中心的人物の一人で、ある。デビアンプロジェクトの設立者、オープンソース・イニシアティブ、OSI の創設者、そして、Linux スタンダード・ベース、LSB プロジェクトの設立メンバーの一人で、当初代表を務めていた。オープンソースの定義を起草し、 オープンソースと融合を初めて公式に発表した人物であるエリック・レイモンドと共に共同でオープンソースイニシアティブを立ち上げた2003年11月10日にはデスクトップリナックスコンソーシアム DLC にてデビアン GNU リナックスをベースとする企業向けデスクトップリナックスシステムをコミュニティベースで開発するプロジェクトニューザーリニックス後のユーザーリニックスを発表している これは当初、リンドウスへの対抗の意味合いも含まれていた。ただし、DLC、ユーザーリニックスともに2011年時点で、公式ウェブサイトや電子メーリングリストが停止しており、現状両組織の実態については不明である。2005年、ペレンズは国際連合開発計画の招待により、世界情報社会サミットにオープンソース部門代表として参加した。彼は、 各国の代表者を前に証言を行い、後に各報道機関が伝えているが、オープンソースのために国家的、国際的な技術政策の見直しを主張した。また、ペレンズはコールサイン K6BP を持つハムである。彼はオープンな無線ラジオ通信の標準化に向けて努力しているアマチュア無線コミュニティでもよく知られた人物である。 リチャード・ストールマンのフリーソフトウェア哲学を自由よりも利益を重視するビジネス界の人々に広めるマーケティングの手段としてオープンソースを推進する立場に立つ。また、オープンソースとフリーソフトウェアは同じ事象を二つの言葉で言い換えているに過ぎないと主張するこのことから後に両者を同一視する立場のフラスという用語も生まれている。これは ストールマンの考え方やレーモンドの考え方とは異なっている。ペレンズは自身の論文、オープンソースという経済学的パラダイムの誕生と演説、スピーチ、技術革新の公開化において、オープンソースのビジネスにおける利用を目的とした経済学的な理論を打ち立てている。この考えはガラント・バザールにおけるレーモンドの考えとは違っている。ガラント・バザールが書かれたのは、 ペレンズが発表した文書とは異なり、オープンソースにおけるビジネスの関与がまださほどなかった時代である。そして、レーモンドはオープンソースをプログラマの動機と余暇の結果とみなしていた。ペレンズは元デビアンプロジェクトのリーダー、デビアンプロジェクトリーダー DPL、ソフトウェアインザパブリックインタレスト、SP 創設者、リナックススタンダードベース。 LSB プロジェクト創設者そして最初プロジェクトリーダービジーバックスソフトウェアの現著作者ユーザーリニックスプロジェクトの創設者であるペレンズはピアソンエデュケーション社のインプリントである PTR にてと呼ばれる書籍のシリーズを刊行している彼は熱心なアマチュア無線愛好家であるコールサイン系 6BP また tchnocrat.net e、C H N o C R A、というウェブサイトを管理していた。しかし、収益で運営費用を賄えなくなったため、2008年、後半に閉鎖した。彼はまた、ノーコードインターナショナルという組織の創設に携わっている。この組織は、アマチュア無線免許の取得に、モールス符号の習熟を不要とする立場から、その排除を第一の目的に掲げている。 この目標は、国際条約、国際電気通信連合条約規定 S25.5 からのモールス符号修熟の削除と、2007年2月23日から導入された、モールス符号なしの新しい規定並びにほぼすべての、各国の新条約批准、国内法変更が完了した現在においては、達成されたと言える。ペレンズは、OSI の共同設立から1年後、再び、 フリーソフトウェアについて語る時が来たとの題名からなる電子メールをデビアンディベルメーリングリストに発表し OSI から去った2008年2月この年オープンソースという用語の誕生10年を記念しオープンソースへのメッセージ表明オープンソースの新たなる10年というコミュニティへのメッジ、を発表したオープンソース10周年を記念する同じイベントにおいて 電子雑誌のリグディベラパー氏はペレンズに関するインタビューを公開している。その内容はオープンソースの過去、未来、また危険性取り分け OSI が承認済みライセンスを残すに増やすことへの危険性や GPL バージョン3の強化についての最新の意見を述べている。さらにインタビューでは Linux カーネルの GPL バージョン3への移行を 拒否したリーナ・ストーバルズについての意見も述べている。彼は2005年6月から2007年12月までソースラブスに勤めていた。現在彼はキラーブートの CEO である。オープンソースの定義はペレンズによりデビアン社会契約デビアンソーシャルコントラクトの一部であるデビアンフリーソフトウェアガイドラインデビアンフリーソフトウェアガイドラインズ DFSG を 元にして作成された。ペレンズは1997年6月上旬、デビアンプライベートメーリングリストにて、デビアン社会契約の総行をデビアン開発者に提案した。デビアン開発者は議論を行い、1ヶ月間にわたって修正を加え、最終的には完全な文書がペレンズによりデビアンプロジェクトの方針として公表された。1998年2月3日、 ペレンズは、この会合のメンバーには含まれてはいないが一部の人間が VA リナックスシステムズ社にて会合を持ち、フリーソフトウェアという用語をリチャード・ストールマンがひ下げする、道義的な側面よりも、むしろ実利的側面を用いて、ビジネス界に浸透させようとするための会談が持たれた。ナノテクノロジーを業務とする研究所所属のクリスティン・ペターソン、クリスティネ・ピーターソンは、法サイトが、 フリーソフトウェア誕生の初期の頃から興味を持っていたため、この会合に参加していたが、彼はこの場において、オープンソース、オープンソースという新た、用語を提案した。翌日、この会合に参加していたエリック・レイモンドは、ペレンズにオープンソースの枠組み作りに協力するよう、依頼した。ペレンズは、彼が作成したデビアンにおける文章を、デビアン内の用語を、オープンソースと言い換えた。 オープンソースの定義という文書に作り変えた。オープンソースの定義に関する期限となる発表は、1998年2月9日、スラッシュドットのウェブサイトにて行われた。その他、1998年2月10日には、上にて発表されている。にて7年間、そしてその後ピクサーにて12年間、コンピュータグラフィックスと映画制作に携わった。 その後、オープンソースに関する諸問題にフルタイムで取り組むため、ピクサーを退社している。この二つの企業に所属していた19年間は、今日では当たり前のように使われている三次元コンピュータグラフィックスによる映像アニメーション制作の勃興期にあたる。彼はトイストーリー2とバグズライフのスタジオツールエンジニア、スタジオツールズエンジニアとしてクレジットされている。彼は、 オープンソースに関する二つのドキュメンタリー映画レボリューション OS とに出演している。彼は2007年ソースラブスにてインペンディングセキュリティブリッジ今切迫しつつあるセキュリティ侵害なるビデオコマーシャルを制作している。ペレンズは南ノルウェー能力開発基金コンピテンスファンドオブサザンノールウェーから3年間の助成金を得て活動を行っていた。この基金の支援のもと 彼は2006年、2007年の夏季を費やし、ノルウェーのクリスチャンさんにあるを講師並びに研究者として訪れている。また遠隔作業も実施している。この期間、彼は、ノルウェー中央政府並びに、地方政府に、コンピュータ、ソフトウェアに関する政策を提言している。彼は、以前ジョージ・ワシントン大学のサイバーセキュリティ、政策研究所、 サイバーセキュリティポリシーリサーチインスティチュートクスプリーにオープンソース関連シニア研究員、シニアサイオンティストフォーオープンソースの肩書きで遠隔での業務を行っていた。2003年、ペレンズはユーザーリニックスというフリーな利用条件を持ち、かつ全体的なコストを下げつつ、生産性とセキュリティを高めることを目的とし、認定、サービスそしてサポートオプションをつけた。 高品質の Linux オペレーティングシステムを企業ビジネスに提供することを目標に掲げたディストリビューションを立ち上げた。しかし、この OS は2011年現在では開発元サイトが閉鎖されている。詳細は当該記事参照。ペレンズは世界各地におけるオープンソース陣営を代表した普及活動を行い、オープンソースへの配慮を行うよう、 いくつかの各国政府、他国籍企業への提言を引き続き言っている。とりわけ2007年には次に述べる、各国政府への提言活動を行った。イタリア会員議会議長との会談と、会員分会委員会での証言、ノルウェーオープンソースセンター、彼は当初の理事会のメンバーで、ア会所における、ノルウェー政府各省の改革指示に関する基調講演、IF の改定作業への関与そして、 2007年11月7日、欧州委員会議会において、デジタルビジネス・イーコシストムズ・アット・ザ・センター・ボーシェット・ブラッセルズ・オン・ノーベンバー7・ナナデジタルビジネスの生態系、センター・ボーシェット・ブリュッセル、11月7日という基調演説を行った。2009年には、アメリカ合衆国連邦裁判所所管の訴訟における、鑑定人を務めた。後に、 ジェイコブ戦により公開された合衆国連邦裁判所においてのペレンズの報告はオープンソースソフトウェア開発の文化そしてその影響力について証言したものであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。